こんにちは、マヤハックです。今日はサメに動きをつけるための工程スキニングを一緒にやっていきましょう。まずはじめにサメを動かすための骨格を作るんですが、その関節の役割をするジョイントを配置していきます。メニューセットがリギングになっているのを確認したら、スケルトジョイントの作成でエラの後ろをクリックして1つ目配置、今度はここをクリック、次はここをクリック、さらに後ろをクリック、尾びれの付け根をクリック、尾びれの端をクリックしたらエンターキーを押して確定します。ここまでが胸びれから後ろを制御するジョイントになります。今度は前部分、ここをクリック、次はここをクリック、最後にここをクリックしてエンターキーで確定します。次にこの2つのジョイントを同じ位置にするために、こちらのジョイントを選択して V キーを押しながら移動、後ろのジョイントにくっつけます。 V キーはポイントスナップのホットキーなのですが、はつれた、くっついた、各ジョイントの位置を5でいいのが遺体中心に来るように調整します。このような調整をするときは移動のツール設定で候補時にチェックを入れておくと小ジョイントがついてこなくて編集がしやすいですよ。ここで各ジョイントに名前をつけます。アウトライナーでダブルクリックすると名前の変更ができます。上から5でいい、レイ、ボでいい、ビ、ボでいい、チ、ボでいい、レイ、ボでいい、イ、最後はボでいいエンド、前側はネック、ヘッド、ヘッドエンドとします。今度は胸びれのジョイントを作ります。スケルトンジョイントを作成で胸びれ付け根の位置をクリック、次に胸びれ先端の位置をクリック、サイドビューで描画したのでフロントビューで位置合わせします。胸びれ付け根用のジョイントを選択、正しい位置に移動します。同様に先端用のジョイントも移動します。ジョイントに名前をつけます。フィン、デル、フィン、デル、エンドとします。胸びれのジョイントはボディの動きに追従させたいので親子関係を作ります。フィン、エルを選択してシフトを押したまま、ボディ、デを選択してフィーキーを押してフィン、デルをボディ、エの子にします。親子関係のことペアレントとも言うんですけど、 P キーはペアレントのホットキーなんです。今胸びれは左側しかないので右の胸びれをジョイントのミラーで作ります。ジョイントのミラーのオプションを開いてミラー平面 YZ、 ミラー対象動作、計測する文字列 L、 歯間棒の文字列 R になってるのを確認したら適用ボタンを押します。右側の胸びれができました。一通りジョイントが配置できました。ジョイントが関節の役割をしてサメが曲がるイコール変形するとイメージしてください。次にジョイントの方向を揃えます。バラバラだとモーションがつけにくいからですね。ここで各ジョイントの向きを表示してみます。ディスプレイからトランスフォームディスプレイ、ローカル回転軸をクリック、各ジョイントに方向を示す表示が出ましたね。これが今ジョイントが持ってる回転軸ですが、これを揃えるためにジョイントの方向付けをします。スケルトジョイントの方向付けの
オプションを開きます。主軸 X、 補助軸 Y、 補助軸のワールド方向 Y、 この2つの項目にチェックで起用します。軸方向が変わりましたね。ただ末端のジョイントには今やった処理方法が効かないので、補助軸の方向を自動設定にチェックを入れてで起用します。おやジョイント同じ方向を向きましたね。マヤ2024以前のバージョンには補助軸の方向を自動設定がないので、末端のジョイントを選択した状態で修正トランスフォームのフリーズのオプションを開いてジョイントの方向にチェックを入れて適用します。親と同じ方向を向きましたね。次にジョイント全体の親となるロケーターを追加します。作成ロケーターをクリック。見えにくいのでローカルスケールの XYZ 全軸に20を入力して大きく表示しておきます。ロケーターの名前をルートに変更します。ボディ A とネックを選択してマウス中ボタンでルートの上にドラッグしてここにします。親にしたいノードの上に中ボタンを押しながらドラッグでペアレントできるんですね。このルートは全体を動かすのに使います。さて、いよいよモデルとジョイントを連動させるための工程ワインドです。これでサメさん動くようになりますよ。まずアウトライナーで全てのジョイントを選択してコントロールキーを押しながらエンドがついたジョイントをクリックして選択解除。コントロールプラスシフトを押しながらサメモデルを選択。スキンのバインド、スキンのバインドオプションを開いてここに表示されているパラメータでバインドします。大事なところだけ。バインド先選択したジョイント最大インフルエンスに最大インフルエンスの保持のチェックを外して適用ボタンを押します。これでジョイントがサメのボディに影響を与えるようになりました。試しに見てみましょう。これがボディでジョイントの影響です。ただバインドしただけだとこんな風に動いてほしくないところが動いたり曲がってほしいところが曲がってくれなかったりするので調整する必要があります。それがウェイト調整です。ここでは主にウェイトペイントツールを使って調整していきますよ。胸びれのジョイントを回転させた状態にして、あら、ボディはへこんじゃってますね。これを直していきます。スキンウェイトペイントをクリック。こちらがウェイトペイントツールの UI です。今フィエルが選択状態になってます。球状で白くなっているのはフィエルの影響範囲、それがボディに及んでへこんじゃってます。フィエルの影響範囲をなくしてしまいましょう。置き換え値0でペイントするとフィエルの影響がなくなります。ブラシの大きさはスピーキーを押しながら左右にドラッグで調整できます。今左胸びれのウェイトを調整しましたが、右はまだこんな状態なのでウェイトのミラーを使って左に行った調整を右に反映してみます。スキンウェイトのミラーのオプションを開いてミラー平面 YZ と方向性不反転にチェックを入れて適用。ウェイトの分布は左側と同じ感じになりました。他のところも調整していきます。ネックを回転、ウェイトペイントツールでボディ A を選択、スムーズをかけます。今度はネックを選択、追加で影響を増やします。値はこんな感じ。いらないところは0で置き換えます。不要なウェイトが0で置き換え、必要なところには追加して、綺麗に曲げたいところはスムーズって鳴らすみたいな使い方でいいと思います。プロファイルはこれを使ってますけど、
がっつり追加したり削除するときは右側のを使います。角ジョイントを曲げて形状が自然に見えるようにウェイトを調整します。ウェイトを追加するときは随時値を変更しながら調整すると良いと思います。ずっと同じ値でやってると終わりません。トースを元に戻すときはバインド構図に移動でバインドしたときの構図に戻ります。よく使うのでカスタムシェルフに入れてます。カスタムシェルフにツールを登録したいときはコントロールシフトを押しながら項目をクリック3回押したので3つできましたけど、他のツールでもクリック必要なければ右クリックから削除で消せます。自分用のシェルフはこちらのカスタムを使います。いらないウェイト値を一気に削除するときにはコンポーネントエディターも便利。こんな感じで一気にゼロ、基本的に左側だけ調整して自分のタイミングでウェイトミラーしてます。ちょっとやったらミラー、ちょっとやったらミラーみたいな感じです。これもよく使うのでカスタムシェルフに登録してます。いろいろ曲げてエッジが綺麗に並ぶように調整していきますよ。調整ができたら動かしてみましょう。以上、毛終わったらってなると思うので、どうやって動かしてるかちょっとだけ解説。5で0から5で E まで5つのジョイントを選択。 Y 軸を12度くらい回転させてフレーム0でキーを打ちます。今度は逆方向に Y 軸回転させてフレーム120でキーを打ちます。0と120にキーフレームができました。このままだと泳いでる感じはしないですね。次は5で A から5で B の回転 Y をシフトキーを押しながら選択。フラット接線をクリック。プリインフィニティサイクル、ポストインフィニティサイクル。5で EP の Y 軸回転のキーを10フレーム後ろに移動します。5で EC を20フレーム後ろに、5で ET を30フレームに、5で E を40フレームにそれぞれずらします。動きがディレイする感じですね。こんなグラフになります。ネックとヘッドにも同様の処理をします。3度からマイナス3度くらいの角度で回転させています。胸びれは Z 軸回転で水平に、ボディの動きに合わせて Y 軸回転も追加しています。ジョイントルートをボディの動きに合わせて X 軸で反復移動させています。あと単純に Z 軸で
移動させて簡単な UA モーションの出来上がり、刺します。この動画が役に立ったと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。次回は美少女キャラかな。以上、マヤハックでした。